おいどご飯の時間やってきました。イエイ、はい、はい、今回ですね、平塚までやってきたんですけど、はい、またまたね、はい、山岡屋に来たいと思います。来てしまいましたよ。この間、うん、期間限定、はい、食べてね、めっちゃ感動して。美味しそうだったね、あの煮干しのやつ、うんうん、もうあれがもう頭の中に忘れられないっていうかね、うん、ということでね、やってきました。今日も、うん、期間限定冷たいと思います。まあなんとと言ったって私も期間限定食べちゃおっと。はい、ということでいきます、はい、ゴー。今回の期間限定はエビ塩、メロンシートがラーメン、そして自分がつけ麺をチョイスしました。いつ伺っても盛況な店内です。じゃ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 ん、今日はもうエビ塩推し、すごいエビ塩、エビ塩すごいね。エビ塩を注文しましたよ。あ、本当、はいちゃん、私はね、エビ塩のつけ麺にしてみました。初めてだ。さあ、メロンシートエビ塩ラーメンの中盛りです。中央に乗っているのがエビジャンです。そしてこちらがエビ塩つけ麺です。麺の量やはり結構ありますね。そしてつけ麺の方には割りスープも添えられています。とにかく着丼時からこのエビの香りがとっても強く漂っていました。メロンシートがサービスでつけていただいているコロチャーシュー、もちろん現金でのトッピングも可能です。120円で6個、300円でなんと15個つけることができます。こちらのチャーシューラーメンにはデフォルトでついています。ネギもそうですけれど、こちらのチャーシューも各店舗できちんと手入れをしているそうですよ。さあ、そして自分の方がつけ麺です。このわかめ、ネギ、それからメンマがラーメンと共通のトッピングです。さあ、これちょっとね、食べるの難しいなと思いました。最初はいただいてみます。そうなんです、エビの強い風味、本当にね、鼻から抜けるとはこのことだと思いました。
なんですね。このエビジャン味が濃厚なので、自分は味は普通にしましたが、結構塩気がちょうど良かったです。はい、食べてきました。はい、ごちそうさまでした。今回そのエビ塩を食べたんですけど、うん、自分にとっては、うん、衝撃的でしたね。ああ、なるほどね。何か、うんうん、塩って割とこうあっさりしたイメージじゃないですか。そうだよね、うんうんうん、でもあのスープに塩味っていう、うんうん、確かに私はつけ麺を食べたんですけど、はい、つけだしっていうのかな、うん、あれはね、結構そのエビのエビジャンっていうの、はい、エビのエキスみたいなのがかなり、まあ、風味が効いてて、はい、なんだろうな、ちょっとこうそのメロンシートが食べたのとは違うかもしれないんですけど、はい、ただやっぱり濃厚なのにエビの風味っていうのがすごい、なんていうの、不思議な感じしたんだよね。ああ、ね、なんかその、うん、そうなんですよ、うん、で美味しいんですよ。そうね、うん、あ、それ言うの遅かったかもしれないけど美味しいんですよ、めちゃめちゃ、ね、めちゃくちゃうまくて、うん、で濃厚で、うん、でも塩味っていうね。そうなんだ、うん、ちょっとびっくりしましたね。ね、うん、あれいわくちょっと不思議な風味だよね。はい、うん、でつけ麺だから、うん、私の方はね、はい、やっぱりその麺のこう濃さというか、はい、美味しさがすごいこうダイレクトに伝わりました。山岡さんのラーメンのこの麺ですか、うんうん、すっごい歯ごたえがあって、あ
るよね。固めでお願いすると、うん、がっつり固めなんですよ。がっつり固め。それが嬉しいし、あとね、ここはね、うん、最後までスープが熱々。ああ、確かに。すごい熱そうでした。すごかった。もう本当最後までね、やけどするんじゃないかなくらい熱かったです。ああ、なるほどね。まあやっぱり期間限定ね、結構短い期間でいろいろなものが食べられるじゃないですか。はい、年間を通して。これはねちょっとね、面白そうだなと思った、うん、この期間限定前回でハマって以来、あ、まだ2回目なんですけど、うん、これから通いたいと思います。なるほど、うん、これはちょっといろいろ試してみる価値ありですな、うんうん、普通のやつ以上にインパクトがすごいから、うん、確かにね、うん、次のね期間限定、うん、楽しみですね、うん、ですね。次は何が来るやら、はい、はい、ということで美味しいラーメンでした、はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた。